あとは、IUPAC 系透明 N オクタデカマイナス2、4、次塩アミド、N オクタデカマイナス2、4次塩アミデで示される、脂肪酸アミドのことである。ピペリシンの構造ピペリシンは、化学式 C22H41 の分子量335.57の有機化合物である。系統名からわかるように、自負荒は脂肪酸であるオクタデカマイナス2、4次塩酸と、2、 メチルプロパンマイナス1アミントが脱水縮合してアミドを形成した化合物である。なお、アミド結合を持つことと蒸気の化学式から明らかなように分子中に含まれる窒素と酸素はこのアミド結合の部分に存在しており、それ以外の部分は全て炭化水素元からなっている。ピペリシンは1997年シーリッキーらによって故障の果実から 理構造を決定されたカタカナ表記では、ピペリシンと似た名称ながら、全く異なる構造を有する化合物が存在する。例えば、ピペリジンは、6因間の複素間式アミンである。また、ヒペリシンは、西洋とギリ層に含まれる生理活性物質の中でも主要な成分の一つとして数えられる、赤色色素である。 ショーイングコンパウンドピペラシーン、ハットシド1億171万3141ピペリシンシディッキー、BS バガム、S グルザール、T ファーハットノール、F ファイトカミストリー1997、45、1617、オンライン版。ありがとうございます。